おはぴよー、どうも、ひなぴよです。それでは本日も、絶望プリズン、続きやっていきましょう。お久しぶりですやばい、めっちゃ音割れてんな。ちょっと待って、なんでこんな音振り切れてんだ。まあ、まあいいや。1ヶ月くらい空いちゃいまして、本当に申し訳ございませんでした。みんな覚えてないんじゃない？どこまで進んだかって。そうなったら、まあ、前回のパートとかを見返してきてもらえれば嬉しいです。ってことで、私もあんまり覚えてないので、早速ね、ちょっと続きをやっていきたいと思うんですけど、最後に遊んだパートがこれか。なるほど。じゃあこれでいいのか？あ、アルバイトが完了しました。あー、まあ、これは後ででいいや。じゃあ、これを続きからやります。はい。翼とアンは何か揉めていたようだ。なるほど。ってことは、じゃあ、アンちゃんのところに行けばいいのかしら。あ、じゃあ、アンちゃんに話聞く？あれは、アンさんとミカコさんね。それじゃあ、早速、アンさんに、翼くんと一体何があったのか、話を聞いてみま、翼くんと一体何があったのか、話を聞いてみましょう。そうだな。やばい、本当に久しぶりすぎてさ、めっちゃ噛みそう。まあもうすでに2度くらい噛んでるんですけど、まあ噛んだら噛んだで許してね。あ、ちょっと待って。ルイキュンかわいいね、相変わらずね。え？あの二人、何か話してるみたい。そうなんだよね。前回あんちゃんちょっと泣いてさ、翼くんにさ、洋服ビリビリに破いて、ベーって、こう、投げつけて去ってっちゃったんだよね。あんちゃん、大丈夫？ねえ、翼くんは、なんて言ってた？ダメだった。そんな、やっぱり私なんて、静かにはかなわない。そんなことない。あんちゃんは可愛いよ。でも、静かを選んだ。それが全てでしょ。それは、じゃじゃじゃーん。これまた、シロくん水差すんじゃないの？大丈夫？出た。お取り込み中すみません。君たちはオカルト部の、あんたたち、なんでついてきてんの？あんちゃんに、ちょっと聞きたいことが、あっち行ってよ。今、あんたたちと話すことなんて、ないから。逃げちゃったね。待って、あんちゃん。私たちも行きましょう。私たちも。俺たちは逆の方向から追いかけよう。そうですね。ちょっと待って。はい？君たち、また何か調べてるの？まあ、静香さんが何者かに襲われてしまったので、静香ちゃんが襲われた？はい。そこで僕たちはその犯人を探しているんです。まさか、あんちゃんを疑ってるの？いや、そういうわけじゃねえけど。静香を襲った犯人を探しているうちに、アンと翼がなんか揉めてることが分かったんだ。だから、アンに翼との関係を詳しく聞こうと思って。そうだったんだ。美香子さんは二人の関係について何か知りませんか？それは、言えない。どうして？ごめん。それだけは言えないの。言えないということは、やはり何かただならぬことがあったんですね。それは、もしかして、アンに口止めされてるのか？大丈夫ですよ。僕たちは口は硬いので。誰にもバラしたりしませんから。うわぁ、シローくんうさんくさ。そうじゃない。アンちゃんは、ずっと昔から思い続けていたのに、それを突然。ごめん。これ以上は言えない。私は、アンちゃんを応援するって決めてるから。私、用事を思い出したからもう行くね。おー。ミカコ、行ってしまいました。ミカコにしろ、翼にしろ。なんでアンと翼の関係を隠したがるんだ？それは謎ですね。何か言えない理由があるってことだよな。こうなったら、アン本人から聞き出すしかなくね。バグったね。アン本人から聞き出すしかなくね。そうですね。それでは、アンさんを追いかけていった3人と合流しましょう。うん。どうなったんだろう。それからしばらくして。ここにもアンさんはいないわね。ふみちゃん、そっちはどうだった？キスケくん。ダメ、見失ったわ。そうか。俺も見失った。皆さん！あれ？待って、ルイくんは？シローくん。アンは見つかった？それが、手分けして探したんだが、見失ってしまって。マジか。じゃあ、また探すしかねえな。おや。そういえば、ルイくんはどこに行ったんですか？あれ？さっきまでは一緒だったんだけど。ちょっと待って、待って。またルイくんなんかやられてんの？何？またルイくんって言ったけど、ルイくんはあれだったね。最初に犯人になった子だったわ。全然何かされたとかじゃなかったわ、今まで。そういえば、手分けして探し始めてからまだ戻ってきてないな。もしかして、ルイちゃんがもうアンちゃんを見つけたとか。確かに、今アンさんから話を聞いてる最中なのかも。もう少し待ってみるか。数分後。帰ってこないわね。ルイちゃん、一体どうしたんだ？いや、キスケくんがルイちゃんって呼ぶのめっちゃいいよね。かわいい。ダメ。電話も出ない。ルイちゃん何してるんだろう。とにかく、まずはアンさんを探す前にルイくんの行方を追いましょう。そうね。なるほど。ルイキュンセンサーくん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 。わかんねえ。じゃあ、はい、すいませんでした。なんかこの誰もいない回とか怪しいよね。いや、でもみんなの話聞いて回るか、とりあえず。じゃあ先生と校長先生じゃねえわ。理事長先生がいるからちょっと話を聞こうか。あれは先生と理事長先生ですね。何をしているんでしょう。宮本くん、そんなところで何をしてるんだ。いや、まさか、また喫煙所に行こうとしてるんじゃないだろうな。そんなわけないじゃないですか。もう禁煙していますし。じゃあ、どうして君はこんな場所にいるんだ。それは、休憩のついでに少し散歩をしようと。うん。宮本くん、ポケットを見せなさい。いや、それは、早くしなさい。はい。やはりタバコを持っていたか。君は何度言ったらわかるんだね。タバコは体に悪いからやめなさいと何度も言ってるだろう。それに君は教師がタバコを吸う姿を生徒に見せることがいい教育になると思うのかね。もっと我が学園の教師として自覚を持ちなさい。はい、すみません。先生は理事長先生に怒られているみたいですね。なるほどね。うん、ここにはいなさそうだった。うん、ここにもいない。ここにもまあいないでしょう。お、美香子ちゃんがいるね。何度聞きに来ても無駄だよ。私からは何も言えない。そうですか。美香子さんからはこれ以上話を聞けそうにありませんね。なるほどね。とりあえずこの何にも人がいないところも見て回りつつ、まあ、ちょっと見て回りつつ、いたーってなんだ？いたのか？これ、るいちゃんだよね。なんか、何このなんか、書類が散らばってますみたいな感じのは。あれは何これ？お？かわいいね。キャワだね。でも縛られてるね。なんでルイちゃんがウエディングドレスを？それに鎖か何かで縛られている。それにしてもルイちゃんかわいいな。ちょっとキスケ、今そんなこと言ってる場合じゃないだろ。ルイちゃん、どうやら気を失ってるみたい。もしかしてこれもドッペルゲンガーの仕業？こんなわけわかんねえ状況、まあきっとそうだろう。状況が飲み込めていませんが、早くルイ君につけられた鎖を取って助けてあげましょう。そうだな。ガチャガチャ。ダメだ。この鎖絡まってて外せねえ。しんのすけの力でもダメなら一体どうすれば。どうしたらいいんだろう。ってことは、わかった。美術室になんかペンチとかあんじゃない？あ、これじゃない？これは糸のこぎりですね。そうだ。これを使えば鎖を切断できるかもしれません。オッケー、行こう。はい。糸のこぎりを持ってきました。これで鎖を切断してみましょう。もう一刻も早くルイちゃんを助けたい一心で他のところに見向きもせず来てしまったわ。ガリ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 。パキン。じゃらじゃら。よし、切れました。ルイさん、しっかりして。あ、気がついたみたい。かわいいねー。もう私、ルイちゃんのことになるとすぐなんか、モンペになっちゃう。あれみんなルイちゃん、大丈夫か？私、どうして。何この格好。それは俺たちが聞きてえよ。ルイ君、こうして捕まる前に何が起きたのか覚えてませんか？確か、アンちゃんを追いかけてたんだけど、途中で見失っちゃって、そしたら突然、誰かにタオルで口を押さえられて、誰かに口を押さえられた。犯人の姿を見たのか？ごめん、見てない。そうか。そして、そのまま私は気を失っちゃって。そういえば、何か思い出したの？記憶は曖昧なんだけど、私がここで縛られていたとき、犯人が何かを喋っていた気がする。確か、静香は醜い。でも、ルイさんは美しくあるべき。みたいなことを言ってた。なんか自分で言うのも恥ずかしいんだけど。なるほど。静香ちゃんは醜いけど、ルイちゃんは美しくあるべきって、なんだそれ。おそらくルイさんを襲った犯人は、ルイくんじゃないの？静香さんを襲った犯人と同一人物でしょうね。ええ、そうね。二つの事件を整理すると、犯人の言葉から、静香さんは醜いから豚のマスクをつけられて、ルイさんは美しくあるべきだから、ウェディングドレスを着せられたってことか、どこかしら。今日すごいと思うね。ちょっと、頑張ります。ウェディングドレスを着せられたってとこかしら。そうだね。やっぱり犯人は静香を恨んでいた人物だと思うんだけど。だが、なんでルイまで事件に巻き込まれたんだ？犯人の目的がわけわかんねえぞ。うん。私もさっぱり。その時だった。ガタン、ほ？え、何の音？扉の方から聞こえたよ。おい、そこに誰かいるのか？だ。お、誰かが走って逃げていったみたい。この現場を覗き見てたってことは、もしかして、静香ちゃんとルイちゃんを襲った犯人じゃないのか？確かにそうかも。今逃げた人はまだ学園の中にいるはずです。追いかけましょう。うん。どさ、あら。大丈夫か、ルイちゃん。うん。ドレスの裾を踏んでしまって。怪我してない？うん。大丈夫。ごめん。私のせいで犯人が。それは気にしなくていいですよ。おそらく犯人は静香さんに恨みを持っている人物よ。だから静香さんに恨みを持っていそうな人を探しましょう。うん。じゃあ、追跡開始です。OK。なるほどね。もうちょっといけそうだね。もうちょっと探索しましょうか、じゃあ。ちょっと待って、その前にルイちゃんに話しかけたい。はぁ。ルイくん、大丈夫でしたか？うん。なんとか。この格好のまま学園を歩くのは、ちょっと恥ずかしいけど、急いで逃げた人物を追いかけよう。はい。かわいい。でもどこに逃げたんだろう。いるなぁ。ここに気になる人物がいるなぁ。さなえちゃんがいるなぁ。あれは、さなえさんですね。かなり挙動不審な態度をとっているみたいです。おい、さなえ。なに？お前、そんなところで何してるんだ？別に何も。さなえさん、あなたかなりさなえさん、あなたかなり汗もかいて、ずいぶん息が荒いみたいですが、どこかランニングでもしてきたんですか？それは、もしかして、さっき屋上から逃げたのはお前か？恐ろしくリアクションがわかりやすいわね。さなえさん、もう隠しても無駄よ。なんで逃げたりしたの？それは、あなたたちに気づかれたから、つい反射的に。気づかれたって、そういえば、さなえって静香ちゃんと仲が悪かったよな。確かに、翼のことでいつも喧嘩してた。じゃあ、やっぱり、私と静香さんを襲った犯人は、さなえちゃんなの？違う！私じゃない！じゃあ、なんで屋上でルイちゃんが襲われたとき、お前は屋上にいたんだよ。それは。ああ、しかも俺たちに見つかった途端走って逃げた。どう考えても、何かを隠している奴の行動だろ。違うの。さっき、あなたたちが教室で翼くんと揉めているのを影で見てたの。だから気になって、あなたたちの後を追いかけていただけ。本当か。嘘じゃない。私、翼くんのことだったら、なんだって気になっちゃうから。なんか言い訳が怪しいですね。早苗さん、本当はあなたがルイさんを襲った犯人なんじゃないですか？ルイさんを襲った後、あなたは僕たちに気づかれないように隠れていただけなのでは？違う！私は知らない。本当に犯人は私じゃないの。正直に言った方が楽になれますよ。あ、おい、早苗が逃げたぞ。疑われてあえなく失踪かよ。ますます怪しい。どうする？追いかける？そうだね。その時だった。おい、オカルト好きの青年。これは、頭の中に声が。時間切れだ。これより、絶望裁判を行います。もうですか？あと少しだけ調査する時間を。ダメだ。もう待ってる余裕なんてねえ。あとは絶望裁判で解き明かしてください。じゃ、絶望プリズンへご案内だ。おー。なるほど。この後 CM が再生されます。っていうことで、じゃあ今日はこんくらいで終わりましょうかね。いい感じじゃない？ご視聴ありがとうございました。これを見る限りだとどう考えてもあんちゃんがさ、ドッペルゲンガーとしか思えないんだけどさ、もう私、2ヶ月とか3ヶ月前の記憶だからさ、全く覚えてないのね。もう記憶に留めてられないのよ、なんか。いろいろありすぎて。だから、まあ、どうなるかわかんないけど、結構、もう、初見の感じでワクワクできてます、私。ってことで、みんなも一緒にワクワクしてください。じゃあ、また次回お会いしましょう。おつぴよでーす。バイバーイ。